サクソンは、イングランドのヘビメタルバンド。アイアンメイデン、デフレッパードラと並び、ノアブームムーブメントを牽引してきた代表格バンドの一つで、その活動は40年以上に及ぶ。当バンドのほか、離脱したオリジナルメンバーが結成した、サクソンも存在する。スウェーデンセルベスボリ公演イングランド・ヨークシャーのローカルバンド、コーストのビフバイ・ホードとポール・クイン。 ソブのグラハム・オリバーとスティーブ・ドーソンが合流し、サン・オブ・エイ・ウィッチを結成。そこに、ザ・グリッター・バンドで活動していたピート・ギルが加わった1977年、ロックバンド・サクソンを結成。このラインナップで、ノア・ブグ・ムーブメント起点の年である1979年に、アルバム・サクソンでデビュー。1980年にセカンドアルバム、 ホイールズ・オブ・スティール発表後にワールドツアーを行い、第1回、モンスターズ・オブ・ロックに出演。1981年のフォースアルバム、デニム・アンド・レザーは、母国で、シルバー・ディスクを獲得した。アルバムタイトルに代表される楽曲の多くは、バイク乗りをテーマにした歌詞や彼らのスタイルをテーマに、している影響で、ヨーロッパのバイカーによる支持が多かった。1八十一年に初来日。 1982年にピート・ギルが脱退し、ナイジェル・グロックラーに交代。1984年のシックススアルバム、クルセーダーをリリース。北米進出を狙って、当時の LA メタルムーブメントを意識したポップな音楽性にシフトしたため、従来のファンから不評を改定名記に入る。この間にスティーブ・ドーソンが脱退し、ニップ・スカーターに交代。 1990年のテンスアルバム、ソリッド・ボール・オブ・ロックから徐々に原点に戻り、作品を重ねるごとに、良質なヘビメタルアルバムを発表し続ける。1995年のアルバム、ドックス・オブ・オーを最後にオリジナルメンバーグラハム、オリバーが翌年解雇される。新たに、ダグ・スカーラットが加入。その後、離脱したグラハム・オリバーとスティーブ・ドーソンが、バンド名の、サクソンを、 商標登録し、サクソン名義で活動を展開。問題視した本家バンド側は差し止めを裁判に訴え、バンド名仕様で争うようになる。最終的に条件付きのバンド名、オリバー、ドーソン・サクソンとして活動を認められ、もう一つの、サクソンが派生した。ナフシ参照2007年、結成30周年。HR、HM フェス、ラウトパーク参加のため、 26年ぶりに来日。ファンからの反応が好評で、翌2008年や2011年には単独での来日公演を開催した。2012年、バンドの電気映画、ヘビメタルサンダーが公開。日本では2016年に上映された。2021年、バンドに影響を与えたクラシックロックバンドの楽曲を取り上げたカバーアルバム、インスピレーションズを発表。 オリバー・ドーソン・サクソンは、サクソンのオリジナルメンバーアグラハム・オリバーとスティーブ・ドーソンを中心とした、サクソン名義の派生グループ。1995年、サクソンのオリジナルメンバーアグラハム・オリバーとスティーブ・ドーソンが、サクソン結成以前に活動したバンド、サン・オブ・エイ・ビッチの最高プロジェクトを開始し、サクソンオリジナルドラマーのピート・ギルも合流。 翌年にサクソンから解雇されたオリバーは、サクソンを商標登録した上で、サン・オブ・エイビッチからサクソン名義で活動するようになる。本家のサクソン側は、当初、楽曲を演奏する程度のライブまでは、寛容な態度をとっていたが、徐々にビジネスを拡大し商標登録もして、対抗されたため、バンド名の使用を差し止める訴えを裁判所に起こした。 高等裁判所は、オリバー側が取得した、サクソンの商標効力を無効にし、バンド名に主催者名を含めることを義務付け、本家のロゴを使用しないことを条件に活動を許された。活動は、サクソン時代の楽曲を主体としたライブ中心だったが、2012年に、オリバー、同村サクソン名義で、初のスタジオアルバム、モーターバイカーをリリース。 2019年には来日公演を実現している。メンバーの変遷は、旧メンバーを参照のこと。2021年9月時点現ラインナップ級メンバーサポート。ありがとうございます。